はい、こんにちは、マイケル太郎です。本日は名門の森について解説していきたいと思います。まあ、物理といえば超有名参考書名門の森、僕自身もかなりやり込みましたし使い込みましたが、よく考えて今論理的に受験勉強をしているということをシェアリングナレッジで始めて、まあ名門の森ってほとんどの人は使わない方がいいよってことが論理的に分かったので、それをどういう理由でじゃあそういうことをするかっていうお話をして、でじゃあ名門使わない方がいいよっていうんだったらどんな参考書を別で使ったらいいのか、代替で使ったらいいのかっていう話をしていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、まずメモの森、持ってる人は持ってたらいいですが、今からやろうかなって思ってる人、まず参考書検討の時はやってみないと分かんないんで、とりあえず買ってみてください。でそれお金もったいないじゃんとかいう人はメルカリでぜひ買ってみてください。いっぱいありますメモの森なんか。で、まあ、当然ですね、食べたことないですねご飯があってですね、これが美味しいかまずいか、自分にはうまいと感じるかまずいと感じるか分かんないわけなんですよ。なんで試し食いは必要です。参考書って買ったものは絶対に完璧にみたいなことを思っている人結構多かったりするんですけど、受験生で冷静に考えてください、論理的に考えてください。買ったから完璧にしないといけないってどういう理屈ですか、なんでですかって言われて論理的に回答できる人っていないと思うんですよ。なぜなら別に買ったからって論理的に合わないことが分かったらやめて別の参考書であったもので進めた方が効率いいですし、その方が身につくんだったらやった方がいいでしょう。ちょっと脱線しましたが、メモの上で話していきましょう。まずですね、試し食いに、緑1番から10番解いてみてください。持ってない人は、買ってですね1番から10番やってみてください。多分力学なんで一番最初方がいいと思います。で持ってる人はですね、もう解いてると思うんで結構問題です。10問以上は解いてると思うんでそれでいいです。でやってみて2つに分かれます。解説に疑問が残らない場合と解説に疑問が残る場合、この2つのパターンが現れます。で、解説に疑問が残らないどういう状況かというと、一発で読んで理解しろとは言ってません。読んで解説を読んで分からないところがあれば先生だったりとか、まあ、僕たち知らないだったら多分僕たちに質問してくれると思いますし、それ以外の人ですね、塾の先生とかに質問したりして解決して理解が完璧にできました、その解説の書いてあることが完璧に理解できましたっていう状態になる人は解説に疑問が残らない人です。これは OK です。そうだったら使ってくださいが、解説にまだモヤモヤがちょっとでも残るような人は向いてないです。やめといた方がいいです。結構名門の森は詳しい、解説が詳しいよとか分かりやすいよって言われるけどかなり難しいです。その理由です。はい、物理って理解対暗記が9対1の科目なんですね。科学だったらもうちょっと暗記の割合が増えてきますが、本当に理解ばっかの科目なんですよ。だから挫折しやすいんですけど、でそういう理解ばっかの科目って要は理解したら9割完成なんですよ。ってことは初学のは最初のですね、初めて習うような時に先生に教わって完璧に理解した人っていうのはもうその時点で大人の科目に出るんです。僕がですね、直接ですね、教えて、昔、指導をしてきたんですけど、大体物理は、その内容ですね、例えば波だったら、力学的波動を教えたら、反対の過去も直でやらしました。結構取れるんですよね。大体6、7割くらい取れるようになります。それぐらいまで基本的に、まあ、理解ができれば取れちゃうんです。反対って難しそうに見えるかもしれませんが、結構内容基本的なことだったりするので、そしていい問題が非常に多いので、6、7割だったら、小学で習って、まだ問題演習する前ですよ。その授業終わった瞬間にやらすんですけど、それぐらいの段階でも6、7割取れるんですよ。なのでまず理解が大事だってことはあります。だがこの理解どこまでしているかの定量化が難しいんですよね。例えば理解にレベルが1から10まであるとしたら、で自分の志望校では理解レベル8までが要求されるとしましょう。そこまでいったら合格だとしましょう。じゃあ勉強してさ、例えば名門の森やって今ここまでやりました、自分の理解レベルってどんぐらいなんだろうって知りたいじゃん、知りたいじゃん。でじゃあどうやってそのレベル知るの。模試の偏差値、模試の偏差値ってさ、分野型やるから分かんないじゃん。どうやって知るかって、その分野の問題解いたら分かる。その分野の問題で理解レベル8が要求されるような問題を解いて正解できれば理解レベル8って分かるし、理解レベル6が要求されるような問題を解くんだったら理解レベル6が分かる。ってことは結局物理で問題演習をする意味っていうのは、自分がどこまで理解してるかをチェックする、要は理解でまだ足りてない部分を発見する、ピックアップするっていうのが物理で問題を解く作業なんですよね。なので物理の問題を解放暗記的に数学みたいにやる人いるんですけど、あのやり方は大きく間違っています。物理は解放暗記では解けないです。まあ違った設定が出てくるともう対応できなくなりますので、ちゃんと理解しないと、新しい設定をちゃんと現象分解できるようにならないとダメなので、理解が大事です。で理解が大事ってよく聞くよね物理、じゃあそれどうやってするのっていう話になってきますが、問題を解いて自分の理解できてないところを見つけ出す必要があります。で名門の森はこれにはあまり向きません。なぜかというと問題
題がすごい多いですね。問題すごい量あって解説を読むでしょう。その問題の問題ですね、その問題の解き方は理解するんですけど、その問題で自分1回目多分間違えたと思うんですね。その間違えた時にその問題をなぜ自分は間違えたんだろうか、何が理解できてなくてこの解法を選んでしまったんだろうか、何が理解できてなくてこの問題解けなかったんだろうかっていうことを自分で答え出せる人はほとんどいないからなんですね。で、出せなかったらどうするかっていうと、その問題、僕、私はこうやって考えて、こう解いて、こういう答えを出しましたと。でも回答をこうやってます。なんで僕のやり方間違ってるんでしょうかって先生に質問いける人は OK です。優秀です。上のことですね。解説に疑問が残らないようにできると思いますし、ちゃんと自分が間違った時に、このね、自分間違ったらなんで俺この方針取ったんだろうって考えない人もいるし、間違えたけど正解の回答覚えとこうってやる人多いんですけど、間違えた時特に物理では間違えたってことは変な方向進んですよ。ボタンの書き違いしてるんですよ。それ何か理解にやばさがあるんですよ。その理解のやばいところを発見するのが物理の問題集の意義なんで、やばいところをちゃんと、やばいところ自分の間違えたですね過程が一番大事、それが宝物です。正解の答えを覚えるのに何の意味もないです。そんなようですね、物理の先生も言ってますけど、講習の問題覚えて解けるようになっても何の意味はないぞってその先生はよく講義で言ってらっしゃるんですよね。それ結構皆さんざわざわするんですけど、本質的な意味は要は問題をだから解法暗記しても意味ないぞってことなんです。自分が予習でやってきて、あ、ここ間違えたな、自分こういう解き方したな、でも回答の先生こういうやり方してる、この際にポイントがある。それを発見するのに問題演習っていうのがあるので、それを先生に質問できれば完璧です。全然使いこなせると思いますが、それなかなか自分ではできないんですよね。毎回毎回気に入ってる先生がいるっていうのは少ないと思いますし、それでちゃんと答えてくれる先生がいるっていうのは少ないと思います。そういう人はどうするかというと、名門の森は問題数が多すぎるっていうのと、やっぱりどこが理解できてないのかっていうのは自分でピッキングするのめっちゃむずいね。やっぱ先生に聞かないと無理だと思うんですよね。ってなったら結構そういう環境がないとできないじゃないですか。なので解放暗記に走ってしまわないようにどうするかというと、ちょっと問題の量は減らしていいんで、理解できていないところを自分で発見してかつ自分で補えるような本がいいですね。つまりどういう本かというと、当然問題演習はあるんだけど、ある程度解説ですね、例えば力学的波動だったら波の解説がガーって書いてあって問題がある。しかもその問題講義計算講師だとかだとですね、結構基本的な問題だけ流れて終わっちゃうんで、ある程度の解説はあるんですけれども、講義系ほど解説量は多くないけど、1回習った人が抜けがちなことが書いてある。かつ問題集は問題ばっかりですよね。メモの森って問題量もそんなにいらないから、問題後よく抜けがちな解説後ぐらいの参考書ないですかっていうところでそれがあるんですよ。だから名門の森ちょっと向かないなと思った人はこちらちょっとおすすめするんで本屋さん行ってみてみてください。こちらですね、合格へ導く解法の発想とルールっていう本なんですけど、これそんなに問題量ないんですが、問題量ないことがいいんです。なぜかというと物理って理解ゲーなんですよね。なんで問題解きまくることに意味はないんですよ。問題解きまくって覚えることに何の意味もないんですよ。つまり問題を解いた時に何が理解してないか、どういうボタンの書き違い自分がするかっていうことはすごい大事なんですよね。なんでこの本本当に解説後問題後って感じで、解説ある程度あって問題が来て、解説ある程度あって問題が来てするんで、問題間違えた時にどこがやばいかっていうのを前の解説に戻れるようになってるんですよね。でその解説を読めば自分がやばいところが見つかるんですよ。かつ問題数そんなにないんで、ひたすらやばいやばい問題数解きまくるの終わらないみたいな感じの名門の森とは違ってですね、ある程度問題数絞られていますから、そうやって焦って下手に問題を解放しまくるっていう勉強法にも走らない。きちっと前のここに書いてあるですね、解説の部分ですね、各現象の解説をきちっと理解しているかどうか自分で検討できるんです。前に書いてある内容が理解できるかっていうのをまず一つ一つ読んで確認して、多分ですね、問題を解く前にあれこの分野そういや理解できてなかったなってことにこの前の解説を読んでると気づくと思うんですよね。波とか前半のこれ問題を解く前に解説あるんだけど、あれそういや定常波特によく分かってなかった、定常波の式なんか意味理解してなかったみたいなことに気づくと思う。そうなったらこれの中で完結できる人は完結してもいいし、分からなかったらどんどん調べていったらいいじゃないですか。分からなかった質問どんどんしたらいいじゃないですか。ということで理解してないところのピッキングアップっていうのが本当にしやすい方になっているので、ぜひ特に、物理解放暗記になりすぎているとか、物理ですね、とりあえず名門の森めっちゃやってるんだけど成績伸びないっていう人は、とりあえず解放暗記をしているだけで理解してないところのピッキングアップが完璧にできていないということがありますので、ぜひこちら
検討していただければなと思います。またですね、もやもやの森やってるよって人は特にですね、このあ解放暗記になったわってことに気づいたんだったら、自分でですね理解しないところも、自分が1回目で置いた時に間違った方向に流れてると思うんですね。その流れてる、間違った方向に流れてるものをきちっと、確認して、それと正しい方向にスイッチを切り替えるのにどうしたらいいのかっていうのを先生と見つけていただければ、名門の森の十分に活かせると思いますので、どちらかやってみてください。はい、ということで今回は名門の森使い方についてお話していきました。まあ、物理の勉強法にも近いような話でしたが、ここまで、論理的に物理きちっとやれてる人少ないと思うので、ぜひ、参考にしていただいたらと思います。こんな感じで夢サブムービーズでは受験勉強全般に関わることを論理的に解説するということをやらせていただいております。明日もですね、あなたのお悩みを論理的に解説するということをやらせていただけと思っておりますので、ぜひ高評価とチャンネル登録の方をしていただければ幸いです。また、僕たちはですね、シェアリングナレッジという教育サービスを運営させていただいております。受験勉強の計画であったり、各学困っている共通テスト英語どうやって解けばいいのとか、数学ですね、フォーカスアウトチャートを終わった後どういう勉強していけばいいのみたいな話を論理的に解説して、必要だったらですね、限定コンテンツという形でこれよりもっと具体的な内容を動画で解説するということもやらせていただいております。興味ある方は概要欄から1週間無料体験ご参加ください。またいつもコメントご評価本当にありがとうございます。コメントに関してはすべて返信させていただきますし、動画のリクエスト等あったらぜひコメント欄でお寄せください。それを参考に動画を作らせていただきたいと思っております。それではまたお会いしましょう。バイキュートーブでしょう。バイバイ。